はい、こんにちは、原田農園です。今日は2月23日ですね、火曜日です。今日はですね、ちょっと天皇誕生日ということで、お休みですね。午前中ですね、ハウスのビニールを貼りに行ったんですが、ちょっともうそちらは最近ですね、ハウスの、建設ばっかり撮影してますんで、ちょっとそれは飛ばしてですね、今日は、人参とですね、大根をちょっと今からハッシュしていこうと思いますので、そちらのちょっと紹介をしていきたいと思います。で、ハッシュする前にですね、ちょっと散布しておかないといけない、薬剤を、こちらは殺虫剤でフォース流剤、こちらはですね、ネキリムシとかキスジノミハムシが、悪さをしますんで、ネキリムシはまあ、ね、新根を切ってですね、枯れたようになるのが主な症状ですが、でキスジミノハムシはですね、大根とかですね、あと人参の表面にちょっと悪さをしてですね、見た目が悪くなりますので、そちらをですね、ちょっと対策するのにフォース流剤ですね、こちら散布していきます。で、こちらはですね、ちょっと大根と、人参ですね、こちらは担当4キロずつということで、散布していきます。で、あとですね、ネマトリンエース流剤、こちら5キロのものなんですけど、こちらがですね、ネコブ線虫とかネグサレ線虫、線虫対策でですね、一応まあ念のため入れとけば大丈夫だと思いますので、こちらをですね入れていきたいと思います。こちらですね、人参がネグサレ線虫とネコブ線虫ですね、ハッシュ前1回ですね。で、担当が20キロから15キロ、あとですね、大根はなかったかな、あ、大根ありますね。大根も根腐れ線虫と根こぶ線虫で15キロから25キロ。で、人参も同じですね。20キロから、15キロから20キロということで、こちら書いてありますんで、こちらをですね、ネットマリンエース流剤とフォース流剤を今からですね、いつも使っているブロキャスジュニアですね。こちらも1台あると、こちら、殺虫剤とかですね、あと除草剤の流剤も散布できますね。すごく役に立ちます。で、うちは乾電池式のものを使っていますので、こちらですね、散布量の換算表もありますんで、まあ流剤なんでだいたいさっきのちょっと目安を見て、こちら合わせてですね、メモリを、こちらネジでメモリを決めますんで、ネジを調整してですね、で、乾電池で下のこのブロキャスの部分がくるくる回って、散布できるようになっております。ということで、こちらちょっと散布していきたいと思います。ネトマリンエースの方がちょっと20キロから15キロということで、もうほとんどこれ5キロ全部いきますんで、先にこちらを散布していきたいと思います。事件が起きました。だいぶこぼれちゃいます。はい、まず散布していきたいと思います。はい、こちらですね、玉ねぎをこう定植している、補助になるんですが、まだこちらですね、先日あそこに菊芋を植えて、この間が全然空いてますので、こちらにですね、大根と、人参をハッシュしていこうと思います。この間に、先ほどの今からネトマリンエース流剤を、散布していきたいと思います。はい、じゃあ次フォース流剤を散布していきます。
はい、今ですね、こちら最初攻撃する前に軽くですね、コメリの微量寄せ入りの肥料をざっと3層輪で巻きながら攻撃してですね、その後さっき、マルチを、こちら30センチ間隔の4畳上の千鳥のですね、マルチを今かけていきました。で、いつもピーマンとかナスの、促成栽培に使っているですね、アーチトンネルのアーチのをですね、向こうからずっと、1メーター間隔くらいですね、立てていきまして、今父と、母とですね、あとパートさんが今向こうから大根の種を発種してきております。で、大根の種がですね発種し終わったら、今度はですね2列目また大根種発種してですね、で、トンネルしてですね、完成となります。はい、最初にですね薬剤散布して、その後肥料、コメリのですね、微量素入りの肥料を散布して、その後、耕しながらマルチを張ってですね、で今ハッシュ作業しております。はい、ということでまた、ハッシュが終わりましたらトンネル作業の方をね、撮影していきたいと思います。はい、こちらはですね、じゃがいもですね、じゃがいもを今植え付けております。で、普通にですね耕して、ふかふかになったところをですね、上間が50から60センチ間隔で、植え溝を掘ってですね、今無肥料で、耕していたところの、じゃがいもとじゃがいもの間にですね、これ今肥料をコメリの微量素入りの肥料を入れております。こういうやり方もありますね。こんな感じで先に肥料を入れずに、こうやって置いた後ですね、これはだいたい30センチから35センチから40センチの間隔ですかね。種芋はだいたいこの広げたやつが20センチなんで30ですかね、30で植え付けてありますね。はい、原田農園の、じゃがいもはですね、ほとんどイノシシがどっからでも入ってきて最終的にですね食べられてしまいますので、もうこういうふうにネットでしっかりぐるっと囲った場所ではないとですね、じゃがいもやられてしまいますので、まあ、今回もですねこの小スペース、この1列だけ、じゃがいもを植えております。で、こちらはですね先日、人参を発種したところになるんですが、ちょっと開いてみましょうか。人参の芽が、人参の芽か草かちょっとよくわかんない、まだ出てないかな、まだ出てないっぽいですね。はい、人参もこんな感じでね、ハッシュの方をして発芽を今待っております。はい、じゃがいもはこれからですね覆土して終わりにしていきたいと思います。はい、こんな感じで今、じゃがいも肥料、じゃがいも肥料、じゃがいも肥料という感じで、あとですね軽く鶏粉を振ってですね、で覆土して最終的には、地温を高めるために、マルチ、黒マルチを上からかけてですね、芽出しの準備となります。で、芽が出るとですねマルチの上をちょっと切ってやって芽を出してですね、成長を促してやります。今年は寒いんでね、マルチをかけておかないとなかなか地温が上がりそうにないですね。はい、という感じで、ちょっとじゃがいもの、いつもじゃがいも植えてるんですけど消化してないんで、こんな感じでいつもやってます。はい、でこちらはそら豆ですね。うちのそら豆はネットに入ってこんな感じで、肥
費用がねちょっと悪さするんでネットに入れてますが、こんな感じで今成長しております。定植したんでね、ずっとこんな感じで植えてます。よいしょ。はい、ちょっと防虫ネットがなかったので、こちらは穴開きトンネルの中にね入れてますね。はい、こんな感じで風は入るようにしてます。
はい、今ですね、こちらトンネルをしていきました。一筋はねもう大根巻いたんですけども、一筋はまだ、巻ききれてないんで、またですねちょっとトンネルをちょっとはぐりながら、発種作業の方やっていきたいと思います。で残りはですね一応人参を発種する予定なんで、また人参のですね、畝立てというかマッチ張りなど紹介していきたいと思います。今日の作業は以上です。お疲れ様でした。